私は大型だ大砲よ。私は大型だ大砲よ。私知ってるよ大砲よ。でもスコープのことでしょうで知らないの。鈍っ。じゃあもうコート M だ。そんな感じで行くんだ。ああ地獄に落ちる。落ちな落ちな地獄へ落ちな落ちな落ちな地獄へ落ちな落ちな落ちな地獄へ落ちな地獄へ地獄へ地獄へ落ちな大砲よ大砲よ。私私も参加させてやり直しなさい。私に反かったことを後悔させてやる。いつでも受ける。ロブネスミズラフォース。最初に素早くブロンティア最強エペックスプレデターになるために覚悟を決めて素早く見つかないようにオートエムを選んだ。難しいことは言いたくない。ほらかかってきなさい。かかってきなさい。普通の始まりよ。ほらあなたの選んだ武器でかかってきなさい。かかってきなさい。よく狙って撃ちなさい。新人さん。ほらスコープなんて必要ないわ。私に見つかったらそこでおしまいよ。ほらかかってきなさい。かかってきなさい。アドバイスしておく。オートエムの前ではピストルは無意味。ほら自分を責めないで武器は性能よりも使い方が大事。お前にいるのは精神科だろ。私はメビってないわ。ここは私の戦場よ。私はできる。こうなんだ。お前はもう十分だよ。少しはだけ。エヌが苦手なのだけ。それはビビってないの。無駄死んだだけ。でも、ドリアン。明日は、かくならずくんで。おい、おじさん。あらさあ、似たけど。新しいランクシリーズで、私は、カーテンが始まる。どうも。私は、大型だ。大砲よ。私は、大型だ。大砲よ。大砲よ。大砲よ。私、大砲よ。大砲よ。オートエムなら大砲よ。高速連射よく回ったらよ。大砲よ大砲よ。あなたが大砲よ。自分を責めないで大砲よ。だが君は裏切り者殺しとくな。オートエムは地獄へ落ちな。ドブネズミが結局人対人だ。